カブス今永翔太の次回登板が、カージナルス戦に決まった。侍ジャパンの同僚だったヌートバーとの初対戦に向けて、彼の熱い心は僕も知っている。そういう相手に投げるというのはすごく勉強になる、と話した。ヌートバーも今永も応援してる。だから楽しみ。どっちも頑張れと言いたいが、今永の自責点ゼロに期待。今回は中5日にしてもらえてよかった。吉信は中6日もらえてるのに、中4日がすでに2回目、逆に中6日は1回もないよ。自責点増えないでー。BS で中継する言ってたね、楽しみ。何かしら一度対戦したので対策は練ってくると思うけど、そこでも無双できたらこれはいよいよだね。今もまだ無双状態は続いている。相手打者が対策するとなったら、アッパースイングの改善から始めなきゃいけない。今永は、ドジャースのように打力、得点力に優れたチームに入っていたら、すでに8勝を挙げているだろう。勝ち負けは運も多分にあるが、防御率は実力だから、素晴らしい。MLB の打者からすると、合わない嫌な苦手な投手なんだろうな。アッパースイングの多い打者には、あのライズボール効いてる。本当にメジャーリーグ移籍1年目ですか？と目を疑いたくなるほど堂々たるピッチングに誰もが魅了されてる。NPB でもすごかったけど、ここまでの活躍を見ると、まるで MLB で活躍するために生まれてきたかのようなものすごい活躍ぶり。今永は大学時代に長期にわたって故障していたこともあり、中4日での登板になってくると、怪我が心配。山本由伸のせいで目立たないだけで、2023WBC 日本代表左腕のエースだ。カージナルスがどんな対策をしてくるのか楽しみなんだよね。ドジャースの25歳山本は、中4は泣く中5、6で回ってるのに対し、30歳今永は初年度にもかかわらず中4、5で回ってるし、投げてるイニングもずっと多い。おそらく次回10先発登板過ぎたあたりから、疲れが投球内容に影響してきそうでちょっと心配。無理はしてほしくないけど、関東完封も見てみたい。